こんにちは、杉山浩一です。とりあえずね、パオのデザインすっかり気に入って、気に入ったあまり作っちゃったというね、 PAO パオの曲聴いてみて。僕いつも思うんですけれどもね、冒険のない人生っていうのはわさび抜きのお寿司みたいなもんでね、面白くもなんともない。で、僕の人生冒険の連続だったんですけれども、ドラゴンクエストみたいになんか冒険の旅に出るとなるとね、冒険のお供っていうのは欲しいもんです。ゲームの中ではアイテムというんですけれども、今やシティボーイの冒険のお供というとね、パオが一番いいんじゃないでしょうかね。というわけで、諸君もこのパオを連れてね、冒険の旅に出てみてほしい。パオ、プロデュースドバイパイクファクトリー。僕はですね、車に何を、乗せたらいいかということについてですね、お話したいんですけども、まずですね、こんな床屋さんでウクレレを弾いてるっていうことでもお分かりの通りですね、分かるわけないと思うんですけど、ウクレレをですね、乗せたらどうかという気がするんですよ。それでここにはですね、白旗掲げる主義というようなことがあるんですけども、とにかく何でも白旗早く掲げちゃった方が勝ちだという、勝ちっていうか負けちゃった方が楽だということなんですけど、
パワー競争というかツインカム16バルブのようなことがですね、町の道では都市の道では起きているわけですけど、とにかくですねウクレレを助手席に置いといたりしてですね、とにかく先に行きたい人はどんどん先に行けばいいということでですね、割とのんきにね、なんか信号待ちの時とか渋滞した時なんかにですね、なんかウクレレを弾いたりとかね、そんなことをしてみちゃどうなのかと思います。あと乗せてみて面白いなと思うのはですね、お守りとか締め飾り、それからあと、辞典、百科辞典とか、あと地図とか双眼鏡とかなんですけど、お守りや締め飾りとかね、そういうのとか普通ちょっとダサいとされてるんですけどもね、そういうのが似合う車っていうのがあったらなと思うんですけど、パオなんかは結構いいんじゃないかなと思います。それからあと僕はおすすめしたいのはあれですね、膝掛けがねお積んでおくといいと思うんですよ。冬場ガールフレンドとどっかに出かけた場合にですね、どっか割と素敵なロケーションのところに泊めてですね、膝掛けをこうガールと2人でですねこうするわけですね。そうすると車の状態からいってですね、1個の底にこたつのようなものができます。でこたつのようなものができたことをいいことにですね、みかんの一つもそこに置くわけですね。みかん置いた瞬間そのこたつ性は引き立ちますからね、なんだか楽しいねっていうような気になります。でそれで2人でですね星謎を見上げてですね、こたつから見上げる星ですからね、しかも そのこたつは車の中にあるっていう、なんかそういうのんきなですね、あんまりそんな格好つけてもしょうがないですからね、なんかそういうのんきな自動車生活というようなことはねどうなんでしょうかと思うわけですね。そういうことでですね、そんな何やってるんだか分かりませんけど、一つ何が一つなんだ。パオ、プロデュースドバイパイクファクトリー。ミニオキって、はい、
なんでいろいろこう改造したりするわけ？改造ですか、そういうその場所に合ったセッティングをして、場所でその場所に一番合ったようなものをすればそれだけ早いし、例えば、レースだとそのコースが高速用か、それともトルク用か、トルクパワー、そういう感じか、それともコーナリングカーブばっかし、あるから、そういうのでカーブに合ったセッティングをしなくちゃダメだとか、そういうことで。なんか昔って風って感じで、なん速そうじゃないって感じがします。まずは車高を低くするかな。車高ターン、はい、車高ターンって言うでしょ。はい、あとはウイングつけるかな。ウイング、自分で考えたのが、そういうのは自分で工夫しなさいとか、そんな風には言わないけど、まあそんな大したことでなければ教えるけど、すごい自分で、すごい工夫したなと思うことは企業秘密。さあ、よーしさあ、ボタン置けるぞ。僕たちの間ではこういうミニ四駆が流行っています。だけど大人の人にはちょっと無理があるかな。と大人の人はこういう車で遊べばいいじゃないですか。パオプロデュースドバイパイクファクトリー。こんにちは、立花はじめです。パオは車のペレストロイカです。僕の作ったビデオ、レトロウイルス車にか、どうぞ。グイーン、ピカピカ、スイッスイッ。立花はじめでした。こんにちは、栗本慎一郎です。世紀末の都会は遊牧民でなければ生息できません。都市、都会、首都、メトロポリスですね。メトロポリスのノーマッド、言ってみればメトロノーマッドです。都会は砂漠だとよく言われますけれども、砂漠だからこそ楽しいのではないのでしょうか。我々は都市に住んでいるけれども、実は遊牧民だったんですね。遊牧民は常に精神を自由にし、浮遊し、その中で生きていかなければなりません。精神の貴族である必要もあるわけです。都市は刻々と変化していきます。
特にこれから世紀末に向かってそうなわけですね。その軽やかな足取りに我々も合わせていく必要があります。そんな時、新しい食べ物、新しい衣類、新しい思想をまとっていくことが必要なわけですね。新しい精神性への試みも大切だと思います。新たな思想をエンベロープにしたトライアル、そこでノーマドっていう脱出口が必要となります。だから遊牧民なんですね。情報の洪水に押し流されずに、そこで心としては拠点を持って生きていくのは大変素敵なことです。この車はそうした新しい精神性をまとっています。メトロノーマド、砂漠ですけれども一緒に楽しく浮遊していきたいものですね。